のリミです。なんか久しぶりだね、リミがこうやってお家で撮影するの、うん、久しぶりじゃない？やばいね、もう忘れちゃったんじゃないの。はい、今日何をするんですか？宿題てんてんてん。もう夏休みもあと7回もないよ。もう7回って言ってた。本当？パパ今日27でしょ、28、29、30、31、1日、あと5回、あと5日です。5日で終わっちゃいます。なのにリミちゃんの宿題は終わってない。まだ全然終わってないよね、うん、あと7個ぐらい全部でやらなきゃいけない中で4つぐらいしか終わってない。3つ、3つ、4つ、5つ。なんか全然終わってないよね。まだトウモロコシの観察日記も書いてないし、一行日記も多分もう8月の頭ぐらいから書いてないでしょ。8月のね、うん、7、8ぐらいでしょ。もう20日ぐらい書いてないってことじゃん、はい、で漢字ドリルもあとまだもうちょっとだけど終わってない。計算ドリルやばいね。な、何ページやってないんだ。まだ何十ページじゃない、計算ドリル。今やったの、うん、8ページでしょ。それが何ページまでやらなきゃいけないんだっけ。13巻のマスコです。よろしくお願いします。宿題の部に入らせていただきます。しょうちゃんも来ました。しょうちゃんもまだ一行日記が終わってません。36、36までやらなきゃいけないのにまだ8しか終わってないのね。あらやばいじゃん。それぐらい、あと一応あとそれだけ。まだ全然終わってないけど。リミね、あとね、うん、漢字ね、1、うん、2、3ページ。あと漢字は3ページ。頑張って。もうリミちゃんね、一昨日ぐらいにママがね、宿題やんないのって言って初めてね、あってなったんですよ。もうそれまで全然最近宿題やってなくて、まだ全然終わってないのに。忘れてたの。のんきだよね。忘れてたのって言われても。ねえ。ひほちゃんもちょっとね、写すとこに写ってますよね。もう知りたい。一行日記書いてます。しおね、8日からやってなかったっぽくて、今は8日からやってる。3日からやってなくてちょっとやって、その後にまたもう一回やってきました。リミちゃんもうちょっとこっちずれる、うん、この日マックとイオンとビーチソーダの買いに行ってきた。あのイオンにさ、真っ白のビーチソーダ売ってたよ。本当？リミの好きなやつ。もうビーチサンダル買ったからいいでしょ、うん、来年なんかさ、真っ白いビーチサンダルとかでさ、なんか DIY したいね、うん、ね、可愛くさ、100均の小物を使って自分で作るやつね、うん、世界に一つだけのビーチサンダル、うん、いいね、うん、今年はね、もう買っちゃったので、もしサイズアウトになってとかやっぱね、靴はね、どうしてもね、あの子供の靴ってもうほんとワンシーズンもんが多くてすぐ履けなくなっちゃうんですよね、大きくなっちゃって。 ね、大人はそんなサイズ変わんないけど、子供はね、どうしてもね、成長すぎますから。成長しますから、ね、でお家の人からだってね、え、そういうのもあるよね。やばい、もう終わっちゃうよ。ねえ、そういえばさ、しほちゃんじゃなくてリミちゃん、丸つけとかない？大丈夫？ある。ドリル以外に、それも丸つけすんの？大変だね。ちょっとギリギリとかママもピンチになるじゃん。やめてよリミちゃん、もう。じゃあ今日ママが徹夜になっちゃうじゃん、徹夜丸つけ。何徹夜丸つけって？徹夜って夜中までかけてずっと丸つけしなきゃいけない、リミちゃんの。それママが
で、今日リミね、今日ね、下で寝るの、どうなの？ヒロコロとまた寝るの？うん。ホロン、かわいい。寝ちゃいそう。ホロン、かわいい。ホロン、寝ちゃいそうになってる。今、ママが寝抱っこしてます。ホロン、かわいいね。ホロン、かわいい。リミも触りちゃう。リミちゃんはとりあえず宿題頑張ってください。え、これストロベリーパーク？ん？そうだね、パッケージはない。え、いちごミュージアムとかじゃなくて、ストロベリーパークでいいの？うん、ストロベリーパークでいい。ストロベリーパーク。言えてないよ、リミちゃん。8月何日でしょう？今日？27です。何曜日でしょう？今日は火曜日です。まあ、ここの日タピオカセレプションでか書けないよね。なんて、ん？どこ？この日タピオカセレプション。だからタピオカ、なんだっけ、タピオカたくさん飲めた、東京タピオカランドに行ったって書けばいいじゃない。レセプションパーティーだよ。別にそれはよくない。東京タピオカや、タピオカランド、ランド、東京タピオカランドだよね。レセプションパーティー取れちゃった。取れちゃった、本当だ。プームの試写会？ん？そう。二の国って書けばいいんだよ。まだ、二の国を見に行きました。まださ、うん、二の国を見に行きましたって書いてもさ、うん、二の国はまだ、だから試写会っていうのは早めに見るってことだから、二の国の試写会って、試写会って行きましたでいいじゃん。はい、ということでね、ちょっとここから真剣にやっていただきたいと思います。で、まあ16万の誕生日はママの誕生日プレゼントやケーキを作りました。何その言い方。ママ映画って何、20日だったっけ、20日だったっけ。20日。え、映画って20日だったっけ。何の映画？天気の子。ダンスやった後見たっけ。あ、じゃあ22か。ありがとう。でもしーちゃんみたいにさ、うん、早くできないんだよね。なんで大人って早くと言うんだ。天気の子、最高。天気の子最高でした。もう見た天気の子もう一回見たいもん。見逃したとこいっぱいあった。いや、天気の子つまんない。なんで？なんでつまんないとか言えるの？ペット2の方が良かった。で、24日は花火大会行ったじゃん。で、25は呼んで洋服見て、26は安全です。で、今日27、うん、20、じゃあママ20日何したっけ。火曜日ダンスの他に何したっけ。何もしてないっけ。面白いよダンスって。あれ、なんかリミちゃんが最悪って言ってる。どうした、リミ。どうしたの、どうしたの、どうした、最悪って言ってるよ。どうした、間違えちゃった、うん、なんで46を2回やっちゃったの。もうやってあったのに。しょうがない。それはもう一回じゃあ47やんないと。だね。リミは最悪のことしか起きない。大丈夫、しおも最悪のことしか起きてないから。最悪のことしか。天気の子見たときつまんなくてね、ペット中見ればよかったと思う。仕事だってね、国会ね、うん、頑張ってやってもマイクラがつながなくてね、イライラしてる。それ関係ない。関係ある。しーちゃん何回もやってイライラしてないよ。一回でもうやだってなってる。そうだよ。運命だとか未来とか。オッケー。何それ。天気の子、あ、君の名はだよ。
運命だとか未来とかタララダンダダタラで、でも愛するとか愛さない、あ違う、なんなん、うん、わかんないけど、何かく君の名はのほら、ママ見たでしょ君の名は。今頃君の名は、うん、電気の子の歌も覚えられないだろ。ねえ、今から晴れるよ、夢に僕ら手を張って来たるべき、なんだっけ、わかんない、来たるべき、そんな言葉ないか、なに雲、なに雲、雲、組む？あ、2年3組と一緒。タピカツ。別に有名なタピオカ飲んだわけじゃないけど。タピオカ飲みたい。うん、タピオカ飲みたい。今どこにでもタピオカがね売ってるからね。ね、スシロー行こうよ今日。なんでスシロー？スシローにタピオカ、あ、ひまちゃんがおすすめしてたはま寿司のタピオカ行こうよ。はま寿司じゃないよ、かっぱ寿司。あ、そう、かっぱ寿司のタピオカ行こうよ。なんかひまちゃんすごい美味しいって言ってたね、かっぱ寿司のタピオカ、おすすめって言ってた。ね、かっぱ寿司行こうよ。今日ダンスでしょ。そっか、ダンス今日発表会前の最後のレッスンだから、ちゃんと頑張ってもらわないと。もうね、衣装決まったんだ。ちょうど今日入ってる、うん、下はこれに、上が何しよう、白い T シャツ、うん、アンデルセン、ママお腹痛い、何だ、何、お腹痛いって、エイザ大丈夫、気持ちの問題かもよ、リミ。うん。やっと目を覚ましたかい。それなのになぜ目を開いてくる。切れないんだい、切ってるよ、そうよと、そうよと、なんだっけ、怒る気に、これでもやれることはやってきたんだよ、ダラダダラ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 よ、ダラダダラ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 、誰か昔から行くその声に、なんだっけ、タラタタラタラタラタタラ、ないよ言えばいい、君を全然全然知ら、僕は君を探し始めたよ、その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ、君の全然全部なくなってジリジリになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ、もしロゼロから宇宙を探してみようさ。